こんにちは、水色担当グミちゃんこと七瀬グミです。はい、メルヘングリーンのベース担当みゆちこと望月みゆです。はわー、恋するリンゴ色担当しおりんこと恋しおりんごです。私たちアイドル界のミクストメディアバンドじゃないもんです。はわはわ、よろしくお願いします。ということでね、今日は、あの MV、やきもちの MV をね一緒に見て、ちょいちょいここにあるのよ、ね、今そうここにあるのよ、やきもちね、一緒に見て解説とかなんか裏話とか話していこうかなと思っております。やきもち激しくゲロラ、君は怒っても可愛い、やきもちパチパチゲロラ、気持ち溶けるほど焼いて、しょうがなく一緒に見よ、しょうがないから一緒に見てやるよ、解説してやりましょうはい、じゃあ早速ね再生していきましょう、よーいどん、はいはい、餅始まったね。これさ、メンバーカラーの餅をさ、青わかりやすいね。ほんとだ、私なんか白だったよ、ちょっとね、赤わかりづらかったね。なんかちょっとオレンジっぽかったよね。そうそうそう、ツルツルしてたね。ね、あのガチ餅だったよね、ちゃんとガチ餅、ガチで餅、ガチで餅だったね、食べた、食べたね、みんな美味しかったけど、あ、シオじゃん、この窓の外には、うん、何があったんですか。マネージャーさんがいたガチだよこれね、火がつかなかったの、なんか言ってたよね、チャッカマンつかないみたいな。あ、踊ってますね、踊ってるな。これね、私ドレスがね、うん、ちょっと青に見えるんだけど緑ですよ、実は。実際見たら緑だったね、そうそう。あ、みーちゃんが、みさこが餅つきをしようとしてる、職人だからね。あ、ついた、つき師だからね、みーちゃんは。なんかこのギラギラの背景やっぱかっこいいね。このドレスさ、みゆちのやつすごいセクシーな、ね、肩が出てる、うん、なんか私さ、あんま気づいてなかったけど背中が結構開いてたらしいの、うん、すごい開いてて、すごいね、寒そうっていう外でリリーでやった時このね、サビの振り付けをみんなで一緒にライブでもやりたいんだけどね。あ、待って、えい、ここね、ピースしてんのわかる？しかも寝てるね、今。そう、これどうしてもピースしてるやつにしてほしくてね、一回テイクのカット変えてもらった、うん、そうなの？知ってなかったよ。私がもし違うポーズしてたらどうしてピースがよかったピースしてるね。もう覚えたかな、振り付けね。シオ今さっきなんか猫みたいなポーズ、そう、シオ猫のポーズしてます、ニャンハは。こんなモモいいよね。てかモモのさ、髪が鮮やかすぎてね、うん、素晴らしい。ハワ、これね、これね、見つかるやつの、ね、あ、美佐子二刀流になってる、美佐子似合う、ハワー、プロの月しだからみーちゃんはハワゆずがいっぱいいる、めっちゃ燃えてるね、乗ってたやつだね、焦げたよね、焦げたね、うちがね、すぐ焦げちゃうんだよね、大変だったね。そう、なんか急いで、この後グミシオがね、餅を見ながら歌うとこが、餅をね、ガン見してもらうからね、ガン見してこの後だよね、違うっけ、もうロボットダンスしてるよ、ロボットダンスだ、はわ止めた止めたしよ、これちょっとなんでここで止めるの。いや、なんかみんなここちょっと狭いところでさ、ぎゅうぎゅうになってやってるのか、めちゃめちゃ遠い目して、うん、遠い目してる、完全にこれやる、うん、おはわお顔ね、楽器すごい重かったね。しよ、もう一回止めてみたい、止めて止めて止めて、あ、焦げてる、はい、はい、いいでしょう、ここ、あ、いいですね、いいでしょう、ここいいですね、これもう餅焦げすぎて何のことかわからんね、なんかさ、貝みたいになってる、貝ほんとだ、なんだ、ハマグリ、カキとかそういう感じのやつ中から出て身が出てるね、皮、うん、このミュージーすごい、すごい、ここさ、みんな可愛いよね煽ってる顔してるね煽ってる。シオはどんな顔、シオはね、シオこれ何やってんの、角、角、ね、角にしよう、角にね、角触ってる、人差し指をポチッ、なんでそんなことしたのそれだけはやっちゃダメって言われてたのやっちゃダメって言われるとやりたくなるなのじゃ肩だけはダメって言われてね、ここみーちゃんのドラムの見せ所のな、うん、はわはわこれさ、
このセットすごい可愛いじゃん、うん、で後ろとか何気にメンバーカラーとかのさプレゼントボックスが置いてあったりするんだけどさ、そうなんだ、撮影の時にさ、うん、美佐子がこれ私の部屋って言ってた、あ言ってためっちゃ面白かった、お邪魔しまるねって言ってた、あ映ってまるな、かわっ今さっきのカットさ顔が映らないように必死だった、ああなんか見切れてる、そう見切れてのやつ、あベースソロ、そして新種ソロ、そしてもちもちソロ、あ貝みたい、あ衝撃的な貝っぽさ、すごい燃えてるね、あのね塩がね一個いたいのあったけど、うん、あこれ見てください、このあの後ろに貼ってあるこのねもち名画なんですけど、ね、名画ですか、そうこれね、バンドじゃないもんに代々伝わるすごいビビッとお餅の絵なの、すごいビビッとなもん、これはね、うん、あのすごいポイントがこのみかんの上の葉っぱがピョンって2個になってる、うん、これはね万文ポーズを模しているんです、なるほどね、実はそういうストーリーが隠されてるんだね、そうなの、だからね結構深いメッセージがね、メッセージ性の強い名画だったんですね、隠されてるあのね、そこにも気づいていただきたい、ね、なんか私のね顎がちょっと伸びてるか先に詰めていい、ちょっとだけちょっとだけねちょっとだけ伸びてる、大丈夫ね、大丈夫だから長いちょっと長い、ね、笑ってる今のところタイミング合わなくてねドゥルンドゥルンドゥンってなかっこいいね感覚、うん、楽器をさ演奏してるんだよね、しゅうたち普段はあんまりしてないのね、そうだね、終わり、もう終わり、終わっちゃってどうすんの、早いね、もう一回見る、もう一回見て、アンコール、あ、もう使ってる、あ、終わったと思ったら、あアンコール、アンコールこれね、美味しかったよ、うん、実は美味しかったよね、実はけど、これはせーので食べてくださいっつって、うん、餅ってハムちょっとのんびりめにね、ね食べたね、ね、ずっと後ろにね鏡餅が飾ってあるんだよね、ほんとだ、ということで食べて終わるんですけど、食べて終わる、うん、いやいい、いいね、最初に持ってた餅をね、うん、最後に食べて終わるわけですよ、そうだね、かっこよく持ってたけどね、最初は餅、もちもちするだけだったからね、はわ、これさもっといろんな人に見てほしいね、そうだね、うん、なんか曲の雰囲気だとさもっと大人っぽいので来るかなと思ったら意外とさ背景とかパステルでさ、そうね、びっくりしたんだよね、うん、最初シュールだよね、うん、かわいいだったね、うん、いい MV でしたねこれは、うん、はい、はい、ということでねこんな感じでいろんなおしゃれな MV がおしゃれなね、バンモンらしくシュールにね、うん、撮れているのでぜひぜひ、うん、またゆっくりね見てくださいな、うん、よろしくお願いします、イエイイエイ、何とぞ何とぞ、はい、というわけでまたお会いしましょう、以上私たちアイドル界のミクスタメディアバンドじゃないもんでした、バイバイ、またね、またの見てね、ハワハワ。